はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。はい、ということでですね、おとといですか、1月26日発売のブロモの新製品、オール単板のエレアコ、おかげさまで大変な反響でね、もう即、まあ、2本しかなかったんでね、あっという間だったんですけども、本当にありがとうございました。もう本当にあのオール単板でね、7万円台、価格破壊ですよね。さあ、そんなわけでね、実はもう1本同じ日にですね、1月26日の発売、新発売のモデルです。こちらブロモの型番が BAT2MCE と言います。マホガニってことですね。オールマホ、トップマホガニ単板です。サイドバックマホガニ5番、ネックもマホガニで、指板はアマラエボニーというね、これね、後でね、LINE言いますけど、これもまためちゃくちゃ安いんですよ。びっくりします、本当に。このね、コスパの良さってもう本当にね、本当に大げさじゃなくね、驚異的ですよ。もう特に他のメーカーさん驚異だわな、これマジで。さあ、じゃあね、もちろん新品ですからね、傷とか全然ないんですけども、あとあの純正のね、ソフトケースで、あの先日のオール単板のシリーズはもうちょっと厚いケースでしたけど、こちらもうちょっとね、クオリティ下がるんだけども、一応ケースついてます。じゃあそちらの方、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。まずはボディートップから、例によって新品ですから、これは傷はないです。どうですか、この木目がちょっと素敵ですよね。マホガニ単板、めちゃくちゃいい感じ。ほらで、あのサテン仕上げといっても微妙にツヤがあるんですね。触ってもややつるっとします。そんなサラサラザラザラ的な感じではないです。さあ、こちらサウンドホール周りも、これはね、本物の貝らしいですよ。で、縁のところもちょっと木になっていて色が違うんですね。はい、ここもちゃんとほら飾りが入ってます。キラキラしてます。はい、中のブレーシング分かりますかね。はい、独特の穴が開いているブレーシング、見えるかな、見えるかな。はい、さあ、そしてフレット、もちろん減ってません。ポジションマークはドットなんですけど、ちょっと凝ってますね。周りにほら丸くなって中に貝が入ってる。これ小さなこだわりがちゃんとしっかりありますよね、このメーカーね、このブランド。さあ、ヘッドはこんな感じです。はい、後ろにしてみましょう。ちゃんとブロモのロゴ入りでございます。はい、ここにもちゃんとね、貝で山の形が入っています。さあ、どうですか、この辺も綺麗ですね。サイドも、はい、こんな感じ。はい、チューナー付き、イコライザー付き、プリアンプ、はい、こんな感じでございます。電池はこっから入れます。さあ、そして純正の、まあ、これはソフトケースですね、そんな厚くないです。まあ、でも十分使えますよね。はい、ブロモの新しいモデルです。オールマホガニーです。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃ素敵ですよね。このサテン仕上げって言うんですけど、あのそんなにね、なんて言うんだろうな、サテンってもうちょっとザラッサラッというよりザラッという感じもあるんですけど、これ割とね、若干ツヤがあるんですよね。いい感じです。さあ、じゃあ問題は現行でございます。6弦12フレット上で約 2.2 低いナット幅約43です。さあ、そして握りなんですけども、まあ、これは、まあ、みんなそうなんですけど、大体薄めですね。薄い U シェープでございます。さあ、じゃあ早速音を聞いてみましょう。まずは開放弦で、いいね。ちなみに弦はね、このブランド、あの工場の方から、あの先日やったオール単板のものはライトゲージ、それ以外は全部カスタムライト貼ってるそうです。で、どこのブランドなんですかってちょっとね、担当者に聞いたんですけど、あの毎回その都度メーカー変わるらしいんですよ。というのは、ここ、とにかくコスパがすごいでしょ。その都度その都度、安く
ね、仕入れられるところを探してその都度変わるらしいんです。ただこれね、僕毎回思うんだけど、ちょっとほらピンク色でこれフォスファーブロンズですよね。結構いい音するんですよね。どこのブランドかは分からなかったですけど、そういった感じで毎回どうもメーカーは変わるみたいです。メーカーあるいは銘柄変わるみたいですね。はい、じゃあ指でサウンドホール真上で、おお、低音も出てるよ。マホガニーらしい反応の良さも感じますね。ブリッジよりほら、じゃあピックで弾いてみましょう。もうマホガニピックで弾くとね、やばいよね。おお、軽やか。実際ボディも軽いしね、前回あのちょっとご紹介しましたけども、ブレーシングこう穴が開いてるね、飛行機のあれみたいに。じゃあエレアコですから電気通してみましょう。はい、それではまずは電気通しただけ、エフェクト一切かかってないです。イコライザーとかね、チューナーもついてるんで、使ってみよう。どんな感じかな。ちょっと硬さ感じるときはここでね、トレブルちょっと下げてあげると、めちゃくちゃエフェクトいらないね。自然の残響音というか、まあそうは言っても一応リバーブとコーラスかけるとこんな感じ。気持ちいい。切ります。まあもちろんなくてもね、全然大丈夫。いやー、いいかもしれない。さあ、じゃあこちら、トップは単板ですね、マホガニー。サイドバックは5番のマホガニー。こちらのギターが、もちろん新品ですよね。お値段なんと、先ほどのソフトケースがついてですよ、なんとお値段税込みで36,300円。おとといのオール単板ももちろんあれ素晴らしかったんだけど、あれの半額ですからね、ほぼ。いやー、もうちょっとブロモさん、ちょっと安すぎるんじゃないのって感じ。よくあのテレビショッピングでほらコメンテーターというかね、ちょっと安すぎるんじゃないんですけど、ほんとそう思うよ。俺マジで心配してるから、これ大丈夫かな。これ利幅ほんと少ないですよ、ぶっちゃけ。うちも問屋さんも多分そうですよ。いや、もうとことん頑張ってます本当に。いや、1本目とか2本目にはもう本当文句ないと思いますよ、このギターね。ということで今回このモデルもやはりあのそんな台数がね取れなかったんで2本限定だったんですけども、どうぞ早めに1つご連絡ください。ということで本日もですね、最後まで見ていただいて本当感謝です。ありがとうございました。フロンティアでございます。あ、ゲイリー鈴木の花嫁募集の件ですね。あ、やめた方がいいですよ。